風の噂で聞いたのですが、カナタンのおパンツのおへその隠れ具合が長州力のパンツと同じって本当？長州力？長州力さん。あー、そうですね。まあ、同じか同じじゃないかと言われたら同じです。同じか同じじゃないかと言われたら同じですけど、なんかちょっともうちょっとなかったんかなって感じだけどね。そのおへその上にパンツが来ないとお腹が痛くなるから、なんかこう女児パンツみたいなの、女児パンツってさ、すっぽり埋もれるのが多いんよ。女児パンツみたいなのとか、なんかあえてサイズをでっかくしてみたいな感じでパンツ履いてますって話をしたことがあると。それでだよね、腹巻きしましょう。なんか腹巻きだとさ、なんかさ、なんか違うんだよ。腹巻きだとなんかおパンツじゃないとダメなんだ。ジョジパンツってやばいやつ。何ジョジパンツにやばいやつなんかないだろ。ジョジパンツにやばいも何もないだろ。なんか可愛いやつは持ってるけどさ、ロボットパンツとかね、ロボットがいっぱい書いてあるのとか、前はテントウムシとクローバーをねずっと履いてた。でも最近はなんか違うのも履いてます。フラミンゴも一時期はめちゃめちゃ履いてたけど、最近履いてるねパンツはね、なんかハムスターみたいなやつ、ハムスターがいっぱい書いてあるのと、あとなんかひまわりが書いてあるの、これハムスターと関係ないんだけど、ひまわりがいっぱい書いてあるのと、あとなんか可愛い感じのイラストのバラ書いてあるやつとか、あとはね、あと何があったっけな、ちょっと見ないとわからんわ。ジョジすぎるだろ。だってしょうがないじゃん、それジョジパンツなんだからさ。パンツ情報助かる。え、だって女の子のさ、ね、大人の女性のパンツってさ、薄いし、お腹の下、もうなんか、ほとんど隠せないよね、お腹のことを。なんかもうだいぶ下の方、おへそのさ、だいぶ下の方までしかない。あれじゃあさ、お腹痛くなるね。かなたん柄物好き？うん、好き。